文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、8月が終わりまして9月になりました。そして9月1日はですね、しゅんとくんの誕生日ですね。 BE:FIRST のしゅんとくんの誕生日ということで、あのファンタムなどで SNS などでもバースデーということで祝っているわけですけれども、その中でもしゅんとくんのファンタム、まあ、しゅんとくんのファンの方たちがおそらく中心となってやっていたものが、今画像に映っているはずのこの渋谷スクランブル交差点のしゅんとくんへの誕生日メッセージでございますね。こちらあの渋谷アイビジョンというね、あのこちらが宮益坂の方にありまして、誕生日メッセージを送ることができるという形ですね。これが結構もうできてるんだなと。あのボーイズグループ、 K-POP のボーイズグループなどが中心にはなりますけれども、あのまあ、韓国だったり日本だったりアメリカだったりで結構ね、その誕生日だったりとかを祝って、いろいろなところにファンの方たちで有志で募ってメッセージを出したりとか、そういう宣伝の広告を出したりとかっていうのがあるわけです。でそちらの一つとしてこの渋谷の宮益坂交差点というところでありまして、ここにあのしゅんとくんのバースデーメッセージが出ましたという形のようですね。いや素晴らしいと思います。渋谷のねところに出るというのもね、なかなかすごいことだと思いますけれども、すでにこうやってファンダムが動いているなっていう形のことが思いまして、ちなみに渋谷アイビジョンは YouTube チャンネルがありまして、宮益坂交差点ライブカメラっていうのを見ることもできます。で、YouTube チャンネルの方で、有名人の方とかのやつはそこだけあの30分ぐらい切り取ったりとかしてやったりしているわけですね。まあどうでしょうね。まあしゅんとくんがねどのような感じでこの渋谷アイビジョンさんがねあの扱っていただけるか分かりませんが、そうですね、カトゥーンの亀梨くんなどは出てますけれども、佐藤健くんとかねですね。まあなかなか今の現状でもしかしたら難しいかもしれませんけれども、まあもしアップロード動画でね残ってくれたら嬉しいなっていう気もしますけれども、まあそこはとりあえずいいとして、まずはこのようにね、あの渋谷の交差点にしゅんとくんへの誕生日メッセージ、素晴らしいですね。一文字ずつ出た感じになって、最後にこの画像が映っている状態で全体的にバッて映る感じになりますね。はい、そういう感じです。まあなかなかね渋谷に行くことは難しいかもしれませんが、今のこの現状だとね、まあこういう風に動画とかで見れるというのはね、まあいいことかなという風に思います。続きましてですけれども、ラジオの出演情報になりますね。まずザ・トラッドというラジオが今日ですね9月1日東京 FM であの行われまして、こちらの方が BE:FIRST が出るという形になっております。で東京 FM ですので、関東地方ではないところから聞くという形の場合には、あのラジコプレミアムというものに入りますと、北は北海道、南は沖縄まで全国のラジオを聞くことができますと、月額確か380円か385円ぐらいだったと思います。はい、あの1ヶ月2ヶ月とかで解約っていうのも可能だったりはしますので、まあ、このザ・トラッドがね気になったりするって方は、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいで入るっていうのでも良いですし、ラジオが楽しいのでそのまま入っていただけるとね、ラジオ好きっていうのの私は嬉しかったりするわけですけども、はい、東京 FM で、まあ、行われますという感じですね。今日です。今日というか9月1日ですね。はい、しゅんとくんの誕生日ということになりますので、おそらくしゅんとくんの誕生日絡みの話もするんだったりするのだろうかと、わかんないですけどね。はい、でもう一つ、3日連続文化放送と書いてあると思うのですけれども、レコメンというラジオが文化放送でありまして、 AM 局ですね。私はねあのラジオ好きで、しかもサブカル寄りの人間なので、どっちかっていうと FM よりも AM を聞いて育ってまいりました。なのであの文化放送と日本放送と TBS ラジオは結構聞いてますね。はい、って感じです。で BE:FIRST 祭りという形で、9月6日から9月8日のレコメンは初の BE:FIRST 祭りを開催って書いてあります。初のって書いてあるからね、2段目3段目もやってくれていいんですよって思ったりしますけれども、はい、こちらがですね、9月6日7日8日であの行われますけれども、2人とか3人で分かれて出るっていう形ですね。で、親切ですね、文化放送はね。本当に、BE:FIRST 祭り9月6日、竜兵くん、しゅんとくん、夜10時から登場っていう形でね、書いてあります。10時なので、一番最初から出るという形で、レコメン自体は、3時間やってる番組なんですが、一番最初の22時に出てくれるっていうのが分かっているとね、ずっとラジオ前でね、待機してなくても大丈夫っていうことにもなるので、そこは嬉しいなって気がします。で、竜兵くんとしゅんとくんですので、まあ、BE:FIRST の中でのね、まあ、年少組というかね、未成年組でもありますけれども、そういう感じで、で、書いてありますが、竜兵くんとしゅんとくんが登場。テーマは BE:FIRST と決めよう。
特定少年六法全書、うん、月曜の定番コーナーにリーファーも参戦、レコメンリスナーが立派な大人になれるよう、やっていいこととダメなことの境界線を未成年の龍平くんと俊斗くんと一緒に吟味していきますっていうね、うん、私たちが立派な大人になれるよって形みたいです。はい、それを未成年の子たちと吟味するっていうね、はい、なかなか面白い企画だなって思いますけれども、どうなんでしょうね、立派な大人に私たちは慣れているのでしょうか。聞いてらっしゃる方でね、未成年の方とかもいらっしゃるかもしれませんけれども、はい、私も含め大人の方多いかなって気がしますので、ね、立派な大人になれるかなと思います。本当にどうすればね、まあでもビーファのね、みんなとかスカイハイさんの信念とかに触れていると、彼らがやっていることをなぞっていったら、まあ全部模倣するっていうわけにはいきませんが、何かしらの自分の生き方の参考になったりすることもあったりするかなって気もするのでね、まあそういうことも考えつつで、まあこの本日9月1日のザ・トラッドと、それから9月6日、7日、8日のレコメラジオ、楽しみにしたいと思います。ちなみに文化放送の感じがどのぐらいに聞き切れるのかわかりませんが、文化放送とか日本放送とか TBS ラジオなど AM ラジオもラジコプレミアムで聞くことができますので、そこのところはご安心くださいという形です。そしてね、ダイブトゥーワールドという曲をね、スカイハイ社長がね、リリースいたしました。こちらがですね、山中拓也さんという方とコラボっていう形になっておりまして、こちらね、もうすでにオンエアは多分もうちょっとなんですけれども、サブスクの方ではね、もう聞くことができまして、私もスポティファイじゃなかったな、私のアマゾンミュージックですけど、そちらの方でね、もうダウンロードしました。で、こちらの方のインスタライブがどうやら本日9月1日の20時15分からスカイハイさんと山中拓也のインスタグラムでコラボインスタライブを行います。コラボインスタグラムということでね、コラボインスタライブということでね、はい、スカイハイさんの方からも見れるようなので、そちらで見たいなっていうふうに思いますけれどもね。で、やっぱ社長が一番頑張ってるなという感じですよ。で、これね、スカイハイさんのインスタグラムに大輝くんなどがすでにね、もういいねをしておりましたけれども、やっぱり大輝くんはね、いろんなラッパーたちをね、ずっとチェックをしておりますね。ヒップホップ関連で言うとね、ちょっと愛知県のイベントが今すごく問題になっちゃっていますけれども、まあこの言い方があれかもしれないけど、私が結構聞いてるラッパーたちはあんまり参加していなかったっていうことはありましたのでね、まあ本当にね、みんな頑張って自粛をしているので、ああいうのはよろしくないなと思うんですけれどもね。ラップ好きですけれどもね、感じに関しては全く私は擁護する気は一切ございません。はい、こんな感じです。まあね、ノベルコアさんやスカイハイさんなども含め、あとクリーピーナッツなども含めね、ライムスターの歌丸さんなども含め参加していなかったのでっていうね。まあでも参加していなかったとはいってもね、私が好きなラッパーも何名かはいたんでね、誰かは言いませんけれどもって感じはありました。まあ、ちょっとその話はね、今日の話じゃないので、まあ社長がね、スカイハイ社長が一番頑張っているなというところでありまして、このダイブトゥーワールドもぜひ皆さん聞いていただきたいなっていうふうに思うんですけれどもね。やっぱね、社長が一番頑張ってるからね、ビーファのみんなもね、ノベルコアさんも翔太くんもね、それからラン君もレイ君もルイ君もね、みんな頑張んなきゃなーって、スタッフさんたちもね、みんな頑張んなきゃなーって思うと思うんですよね。やっぱそれがね、一番すごいなと。一番トップが一番頑張るっていうのはね、当然なのかもしれないんだけど、案外できてるのって少ないんじゃないのかなっていう気が私はしてます。でもね、本当に、みんな精力的に動いていて、供給が多くて、とってもじゃないけれども、たまにこうやって情報をまとめないと仕方がないと。おかげさまで私のこの動画の情報まとめで助かってるって方もね、いらっしゃいまして、ありがたいことなんですが、まあ私自身がね、まとめてね、これ自分自身にもそういう情報としてちゃんとまとめているっていう部分もありますのでね、はい、そんな感じでそれを皆さんと共有している感じになっております。はい、はい、ではそんな感じでいろいろとね、 BE:FIRST、 スカイハイさんのこともそうですが、 BE:FIRST の情報がたくさんありますので、またまたいろいろとまとめていきたいと思います。そしていろんな情報を流していきたいと思います。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパースでした。